方言連続体とは複数の近似した言語体系があり、それらの間に明確な境界線がなく、徐々に一つの体系から他の体系に移り変わっていく場合、その連続した言語体系群全体を指している言葉である。方言連続体を形成している言語体系群は、ある程度の相互理解性や類似性を持つために、同一言語の方言と解釈することも可能である。 しかし、方言連続体が地理的に広く多くの言語変種が含まれる場合、変種 A と変種 B は通じ、変種 B と変種 C も通じ、変種 C と変種 D も通じるが、変種 A と変種 D はほとんど、もしくは全く通じないという場合も存在する。例として、ドイツ語の方言連続体は非常に広く低地ドイツ語に含まれる。 標準オランダ語と高知ドイツ語をもとにした標準ドイツ語の間では相互理解性は低い。標準オランダ語の変化したアフリカーンス語と高知ドイツ語が変化したイディッシュ語ではさらに相互理解性は低くなる。ドイツの言語学会では従来はこうした際は方言の範囲としていたが近年になって北西ドイツ諸法こととされていた言語を 定作戦語として承認する動きが生じるなど、逆にかつては単一の言語の方言とされていたものが現在では別の言語であるとされるケースも増加している。ロマンス書語も書く語とも一つの方言連続体に属するとする見解が多いが、フランス、イタリア、スペインという大国の政治的背景からラテン語の方言として扱われることは少なく、別言語とされるのが一般的である。 客観的判断が下せない以上、言語体系を方言とするか言語とするかは政治的な意図に左右されるケースが多く、学術的評価は必ずしも拘束力を持たない。言語学者のフェルディナンド・ソシュールは言語が文化する過程において地理的に連続している地域での文化が一定の連続性を持った形になるのは自然であり、それが全く異質な言語として分離した場合も、 何らかの原因で中間に位置する方言が消失したに過ぎないと述べている。中間方言が失われる原因として、ソシュールは移民や社会の要求に応じて作られた標準語、共通語が連続体の一部のみに新たな変化を与えることなどを挙げている。その一例を挙げれば、ドイツ東北部のベルリンで定地ドイツ語に属する定作戦後の内東、 低地ドイツ語のベルリン方言が、高知ドイツ語に属する中部ドイツ語の内東、中部ドイツ語として、ベルリン方言に同化され消失したケースがある。ありがとうございます。